自分が聖剣伝説のプロデューサーを担当させていただいてから、まあ、その2014年頃ですかね、聖剣伝説ライズオブバナーというスマートフォンタイトルで担当させていただいて、まあ、その時の反応を見て、まあ、懐かしいと言っていただけるユーザーさんが非常に多くいらっしゃったのと、まあ、それを受けて当然新作をまた作っていきたいって言ってる中で、まあ、新しいプラットフォームで遊べる状況っていうのがなくなってしまっていましたと。で、今回聖剣伝説2をかかったんですが、まあ、その前に FF ガイデンという一作目もリメイクしていて、まあ、その流れを受けて、非常にワールドワイドで日本をはじめ海外の皆さんたちからも要望をいただいたっていう中で、まあ、シリーズで一番人気の2というところと、あとは海外に出ていないので移植してくれと望まれている3っていうところは今後進めていく上では避けていけないんだろうなっていうところから、まずは今回聖剣伝説2をリメイクに至った次第でございます。